では質問箱参ります。ピックビはい、やりました。またいきなり読めねえ人選んじゃった。読めてから始めてください。質問箱いきましょうかじゃなくて、読めてから言ってください。いきましょうかって言った瞬間にやべえこれ読めねえと思っちゃった。ピックウィグペーパーペッパータリさんと、タリさん、タロさんじゃなくてタリさん。タリさんって何ですか。ニューキャラクター。タリさんとヨネヤンさんに質問です。レッドブルアルファタウリホンダを応援している身として時々気になることがあります。それはチームオーナーのディートリヒ・マテシシ、ね、マテシツ氏についてです。他の F1 チームオーナーは毎回ではないにせよ、マクラーレンのザック・ブラウンってチームオーナーじゃないんだよレーシングポイントのパパ・ストロールとかレース現場にしばしば顔を出すことはあるのに対して、レッドブルのマテシツオーナーだけは僕の知る限り直接放送で見かけたことが一度もないので、どんな人柄なのか、マルコ・ジーやホーナー、トスト両代表との関係とかさっぱり分かりません。マテシッツオーナーについて分かればいろいろ教えてください。実在してる。実在はしてますね。普通にいますよ。普通に現場来てるの。現場は、レッドブルリンクのオーストリアグランプリとか、あとたまに開幕前テストに来たりしますけど、基本は来ないです。ああそうなんだ。っていうのは誘拐されちゃうんで。あ、そういうこと。だからオーストリアグランプリ来る時も直前までスケジュールは誰にも明かされてないし、誰にも分からないんです。いつ来るか分かんないっていう。え、それは何、会長だからっていうことじゃなくて、なんか悪いことしてるからではなくて、もう資産がえげつないからです。あ、そういうこと。じゃあ常に狙われてるの狙われてるかどうか分かんないけど、そういうやっぱリスクがあるから、基本はやっぱ出歩かない、むやみやたらと出歩かない、だってもうオーストリアグランプリマテシつきますよって言ったら絶対来るの分かってるじゃないですか。あ、そうか。入り口1個しかないし、ちょっと ワンチャンなんとかっていう人が出てくるわけね。あ、そういうこと、っていう風な話は聞いたことありますけど、本当かどうか分かんないけど、まあでもそれぐらいすごい気を使ってるんだろうなっていう感じはしますね。だから現場に来ても基本的にはもうレッドブルのモーターホームにいて、3階とかにいて、我々の目の触れないところで。あ、そう。じゃあもうメディア取材も一切なしですね。なし。ただ本当にでもレース好きな人だから、そんなご身分なのに、レッドブルリンクのオーストリアグランプリの時って、あの過去のレジェンドマシン特集で、日曜日の決勝前にこうデモ走行とかあるんですけど、ずらずらずらって10台ぐらい、それが例えば昔のF1 だったり昔のスポーツカー特集だったりするんですけど、大体そのオーストリアにゆかりのある人が走るんですよ。それこそマルコおじいちゃんとか、あの生前ニキラウダとかが当時の自分のドライブしてた車で、まあ、ベルガーとかもそうですけど、そういう人が、あのその車が1コーナーの先のファンゾーンに展示されてるんで、走る前にみんなそこに集まって、なんかうだうだ言いながらこう準備してるんですよ。だそこにマテシツが普通にわーってなってきて、みんなとなんかこう仲良く喋ってたりとか、僕もそこにいたから、マテシツ来たわと思って。あ、じゃあ見たことあるんだ。全然普通にあります。っていうか、まあ、パドックに言えば、まあ、そうやって普通にあったりはしますけどね。あ、そういうことね。だから、2019年のレッドブルリンク、オーストリアグランプリでレッドブルホンダ初めて勝ったでしょ。あの時もタッペンはレッドブルリンク仕様の、あの普段のヘルメットじゃなくてオレンジ色じゃない黄色のヘルメットかぶってたんですけど、そのヘルメットをレース後マテシツもらって帰ってましたけど、その場面も僕は見てましたけど。ああそうなんだ。まあ、まだ、レース後ルクレールとの接触の審議とかあって優勝が確定多分したかしなかったぐらいかだと思いますけど、ずっと僕らモーターホームの2階で回ってたら、マテシツごっこ様がザラザラってきて、うれしそうにヘルメットが返ってくってたから、ああもらったんだと思って。だから本当に好きだ、めちゃくちゃ好きなんですよ。結構ね、まだしっかりしてるの。全然そんなもん、なんかガタイもすげえいいし。あ、そうなんだね。まあ、でも基本はだから、あのおじいちゃんに全幅の信頼を寄せていて、基本おじいちゃんに全部全権を委ねてるって感じですからね。そういうことだ。やっぱじゃあマルコおじいちゃんはそのレッドブル F1 の中ではもうトップってことね。まあ、レッドブルの本社の人ですからね、言ってみればね。
あ、そういうこと。ドレフ1チームじゃなくて。あ、そういうこと。あ、じゃあもうすごいすごい人なんじゃん。めちゃめちゃすごいですよ、うん。あ、そうなんだ。レジェンドですから。じゃあ本社行くと、じゃあおじいちゃんの部屋あるのかな。じゃあ全然あるんじゃないですか、そりゃ、うん、だってモータースアドバイザーだし本職の肩書きって何なんだろうね。何やってんだろう。モータースポーツアドバイザーまあでもね、自分でホテル持ってて経営したりとか。あ、そうだよね、言ってたよね、うん、ホテルミルクやってるから、うん、で夢があるよね、やっぱね。こう、俺もホテル持って何持ってって。だチームの監督とかそうじゃないですか ね日本だとね、うん、まあ、だそこで結局ね、F1 っていう世界にいてある程度のポジションにいると横のつながりができるから、今日お前あれやるとかこれやるとかこんな話あるんだけどさ、が横でつながっていくじゃないですか。そしたらみんなビジネスで。そうだね、そのつながりだよね。じゃあ、マテシッツさんとストロールパッパだと何、そのやっぱ違うんだ、そのシシさんのレベルは。分かんない、どっちが持ってるかは知らないですけど、うん、どうなんでしょうね。マテシッツはまあ、ね、実業じゃないですか結局。レッドブル、うん、エナジードリンクっていう実業家だし、うん、まあ、ストロール家はやっぱ投資家ですからね。もともと資産があって投資してるっていう、うん、ビジネスの仕方とはちょっと違うかもしれないですね、うん、種類はね。でもなんかそのね、あの地球上で飲まれてるレッドブル1本につき いくらかがもうマティスさんに、ね、入ってるっていう、ね、話が本当かすが、うん、だからもう使っても使っても、もうあの預金が増えていく預金が増えるかどうか分かんないけど預金っていうかその資産が増えていく、ね、収益のまあ何十パーセントっていうまあ莫大な割合をまた、ね、うん、マーケティングとかコマーシャルに費やすっていう、うん、でそういうブランディングの仕方してますからね、うん、そこからね、1% ってもその、ね、まあ、それがわしの給料じゃんって、でもその、うん、もう分母がでかいから 1% ってものすごい、まあ、F1 チームの予算の 1% でも3億ですからね。そうだよね年収3億だからもうそこまでいくともちょっともう分かんないよね。だから当然、ね、付き合いもないわけだし、分からなすぎてね、うん、なのでね、あの質問者の方の、まあ、答えとしては、あの たまに来てるっぽいですよ、うん、来てますただまあ、単純に好きだから行くとか、うん、ね、現場でピットオールに座ってなんかどやりたいから行くっていう感じではいけないぐらいのポジションの人ってことですよ。だから、うん、ホンダの8号社長がどこのグランプリも来ないじゃないですか。あ、そうだね、本人は8号社長も F1 好きだから行きたいんですよ、うん、あ、本当はね。でもまあ、うん、そんなちょいちょい行くような、もうもちろん我々の知らないところでいっぱいスケジュールこなされてるから、うん、海外に行くってなると ね、 そうね、あ、ちょっとじゃあ明日から行ってくるわっていう感じじゃないですか、まあ、お忍びで行くってこともいかないもんね社長室がぜ見づらって来ちゃいますから、うんうん、行きたいけど行くことによっていろんなところに気を使わせてね、気使うなっていうことが気を使わせることになっちゃうし、うん、だったら社長行かないでくれって言われちゃうもんねみんなのこと心配してだったら行かないでくれ、行きたいじゃんっていう。だから開幕戦毎年ね八五さんいらっしゃってるけど、そういう感じですよ。なるほどなるほど。だから地元のオーストリアグランプリは大体来ますけ ど、うん、なるほどね、いつ来るとは、うん、プーチン大統領と一緒ですね。いつ来るか分からない、来るか来ないかも分からない。まあ、だからマテシッツさんの場合はね、まあ、いろんな事情があってね、あの、まあ、年に数回だけ、ね、来られてるようですよというお答えでございました。